そのだけはレース展望です。この時間は9月28日金曜日その金ナイターの展望を行います。今日の解説は競馬近畿北野博敦さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。木曜日の開催が終わりました。今日は吉村智弘騎手が1日4勝の固め勝ちで、うん、年間202勝まで来ました。昨年吉村騎手202勝というのがキャリアハイでしたから、はい、並んだんですね。あ早いですね。残り3ヶ月残して202勝まで来ましたんでね。うん で今あの森タイトジョッキーが全国リーディングどんどん追い上げてきてるんで、なんとか逃げ切ってほしいところですけどもね。このペースだったらね、うん、逃げ切れそうな気はしますけどもね、はい。ちょっと8月末から9月ここまで、うん、あの勝ちがね、今までと比べるとペース伸び悩んだんでね、一、はい、つこの4勝きっかけにい、ね、そうですね、行ってほしいところですね。さあ明日の展望参りましょう。明日はその金ナイターです、えー。久々にお天気でレースできそうな感じですね。そんな感じですね。すねはい。 姫山菊花賞重賞レースメインです。それから重レースの B マン戦とともに展望いたします。えー、まずは第58回姫山菊花火賞をご覧のメンバー10頭です。遠征馬2頭、8番金沢の幹の春もにそれから笠松から9番グレートデピティが参戦しています。北野さんの出資こうなりました。えー、まず本命入ったのは6番のタガノゴールド重賞ホース2頭差し置いて移籍2000名のこの馬、うん、本命ですね。そうですね。はい。 あのーまあ、前回の勝ちっぷりこれが強烈でしたよね強かったですね1戦、ま、級、あ、は確かにいなかったんですけどもねあの強さですからね、はい、最後は流す程度のもう余裕たっぷりの勝ちっぷりでしたからね、うん、あれだったら重傷をっちゃうんじゃないかなと、はい、そんな気がしてしょうがないですね、えー、状態に関しましても前走キープあるいはそれ以上なのかなという感じがしますんでね、うん、あの体調面も全く問題ないですね。はいまあ、さすが JRA5 勝馬だなというと前ろを前走見せたというところですね姫山菊花賞は JBC 指定競争となってまして、うん、あの新しい調教,教師のコメントを見ますとこのあと JBC も視野に入っていると、うん、だからここで結果を出してとというううことになるででしょうねそうですねそす、はい、対抗評価が連覇を狙う重賞6勝馬、10番の盈進西馬です。はいうん 今回5 6キロですからね、はい、前回57ですからねそれを考えますと、まあ、あれ以上に動けていいと、ええ、で中間の調整具合も高いレベルで安定ですからね、まあ、きっちり自分の能力だけは出し切りますし、うん、まず崩れることはないですよね、はい、当然勝ち負けだと思ってます、まあ。ずっと馬券圏内キープの走りは続けているんですが。はい 今年勝利がね葉隠れ大翔下まが勝っていこうちょっとね重であと一歩というレースそんな感じのレースが続いてますんでねそろそろなんとかしてほしいですけどもね、うん、で黒三角が3番サウスウィンドこちらはおととしのこのレースの勝ち馬重賞五5勝馬なんですが、はいうん、レースは新春賞以来となりました。あのー ポン使いはそう聞くタイプじゃないんですよ、はい、どっちかというと、1回、2回使って調子を上げるタイプ、えー、それだけにこの、そのチャレンジカップですか、予定してたんですけども、ここを使えなかったというのがね、ちょっとこの馬にとっては痛かったんですよね、ぶっつけになっちゃったんで、まあ、農研とか調教できっちり仕上げてはきてるんですけども、うん、その影響が出ないかなと。 ちょっとその辺が不安ですね、はい、本来はたたき両下型というところは、うん、頭に入れておきたいとはいます、あ、ただ昨年の金牌勝った時のコンビ赤岡ジョッキー再びで、ねあのー、強いことは間違いないんでね、えー、久々でもクリアするのかなという感じもありますけどもね、うんはいまあ、昨年は盈進西審に及ばずの2着だったんで、えー、なんとか復権というところで、ねはい、赤岡ジョッキー燃えていると思います。うん それから、四番手評価が、四番のスリーピーイ、昨年の兵庫ダービー二着馬です、うん。こっからはね、ちょっと差があると思うんですよ。上位三頭と見てますんでね。はい、まあ、一応、このスリーピーア勢いがありますんで、これを四番で評価にしましたけども。果たして、勢いだけで、このメンバー通用するのか、しないのか。うん、その辺はポイントでしょうね。前走エーツ勝ち、小ョートースのレース勝。 ででまだ A2 所属馬ということで、はい、オープンの結果がまだないんでねね、うん、そうです、ねえー、重賞挑戦でどういう結果が出るかというところ楽しみもも大きいですけどもね、うんあのー、まだ伸び行く魅力というのはありますよそれからバッテン2投ですがうち2番クイントゥープルいきましょうか今回 A22、うん、着での昇級、まあ、オープン挑戦、まあ、重賞は、ね、3走前、牝馬限定の4着あるんですが、はいうん、やっぱり、まあ、ここ入ると、ね、ちょっと苦しいかなという気はします。はい でもまあこの3ピイ同様このまま非常に調子がいいですからね。えー、まだまだ伸びしろというのは見込めますんでうまく立ち回ってくれれば入着券ぐらいはあるのかなという気はしますよね。うん、はい。で最後の印は遠征馬です。金沢の幹のハルモに当てんですね。うん、まあねちょっとワンパンチ足りないかなという気はするんですけどもね。はい、でもまあおしまいしっかりと寄ってきてますよねレース見たらね。えー、まあその辺でうまいこと うん、展開はまればという感じはちょっとだけあります。うん、はい。ということで、印以上の六等となりました。えー、メンバー十等という争い、姫山菊花賞です。まあ、真夏のハンデ重賞、摂津杯を勝った高野ベリテは。はい、白山大賞典に行く、ね、ということでね、ここ出走しませんし。はいうん、それから、マイタイザんもね、えー、まだ、あの、うん、この後。えー、年末の。 金八あたりの目標にしてるんですかねそうでしょうね。はい、うん、ということで、ここは出走ないということです。まあ、ここはちょっと三強ムードという感じですか。もうそれでいいと思いますよ。はい。さあ、それではフォーカス見ておきましょう。で、その三強の馬券の買い方なんですが、もうタガのゴールドが勝つと見て2外、二点買い。そうです。えー、うん。もう三連単いくんだったら、もう二点ですよね。三<あ>連単も、ね。三連単でもでいいですか。うん、はい。だから、まあ、これでいけるんじゃないかなと思いますね。えーまあ、固く収まるんじゃないかという、はい、姫山菊花賞をフォーカスまで上げていただきました。 ひままきっか賞のスタート明日夜の8時ちょうどですさあそれでは10レースも参りましょう順面位は B1 戦組まれています1 4 0 0ルの距離11頭だけです北野坊さんはこう印入れられましたえ本命6番の誠タリスマンということでそこから内枠各場に印寄ったんですけれども、うん、えまず本命誠タリスマンは JRA からの移籍初戦の馬ですそうですね あのー、能力高いと思いますね9000、はい、だけしかまだしてないんですよねそうで,すねでこの9000しかしてないというのはまだまだね うん、強くなっていく力つけていくという可能性十分ありますし、えー、でどのレース見てもそこまで大きく負けてないんですよねその観点からいきましてもこのメンバー、この条件だったらいきなりやれると、うん、そう見ましたね、はい、追い切りもしっかり時計出している本当はもう1人やった方がいいかもしれないんですけどもあで,でもまあ9台以上の仕上げはできていると思います。うん 対抗評価が4番コントローラー、前走、人気なかったんですが、うん、2着構想しましまた、はい、ちょっとね、当てにしづらいタイプではあるんですけども、はい、前回、内が詰まって、外に切り替えてからの伸びというのは非常に良かったですからね、立ち回り一つでなんとなく逆転あってもいいのかなと、そんな雰囲気はあります。はい 3番手が5番のウィン・ベントゥーラ移籍2戦目ドロンコババで4着でしたからね、はい、おそらくババも回復しますでしょうし、うん、前回、あれだけねあのー、先行場の流れになって伸びてきたんですからね、はい、ちょっとでも展開もつれたら十分対等のシーンはあるかなと思ってますそれから白三角は1番京都仏、まあ逃げればしぶといですし長谷部ジョッキーナイターでね、うん、結構相性がいいジョッキーなんで,そうですね。えー とにかくこの馬の場合は逃げれるか逃げれないかもそれだけですよね、はい、逃げれば格好はつける、まあ、それ以上の走りすると思います、うん、ただ23番手になっちゃうと何、はい、となしに3コーナーでアップアップというシーンもありますんでね、えー、展開1つですね明日は逃げられそうですか、うん、私はそう思うんですけどもね、うん 他には国のチもらりあたりもね、うん、早いときには逃げる馬なんですが再打ちを利してうまく逃げられればとというところですね,、はい、ですねあとバッテン2頭ですがどうですか、うんあのー、両馬ともいい調教してますよ、はい、特にジャンダラリンなんかは前回以上の、あのー、攻,める攻め量ですからね、はい、不気味なことは不気味ですよね、うん、なんとなく一歩足りない面はあるんですけども、うち内ち経済コース周りでこの2番のスナックレッドにも言えるんですけども、ねはい、そういう形になれば。 ひょっとするかなというところはありますね。うまくロスなく回ればという二頭です。はい、ええー、印は以上の六頭となりました。さあ、それではフォーカス見ておきましょう。ええー、ここは馬副勝負六番誠タリスマ。まあ、二着に敗れることもちょっと頭に出てという馬券ですね。はい、もう相手は三点に絞るということで、はい、コントローラー、ウィンベントゥーラー、そして京都ブッサーという三点でまとめていただきました。第十競争のスタートは七時二十五分です。 明日は9月最後の開催その金ンナイターの開催となっていますどうぞお楽しみくださいここまで解説は競馬近畿北の坊敦さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました